新世界ルルーは、手塚治虫の漫画作品。漫画と読み物昭和26年新春号から昭和27年2月号まで連載された。1952年6月、鶴書房より初めて単行本化された際に、消えた秘密酒と解題されたが、1980年、手塚治虫漫画全集に収録された際に、新世界ルルーにまた題された。 手塚治む漫画全終盤の手塚の後書きによれば本作はアレクサンドル・デューマのモンテ・クリスト・ハクとパラレルワールドを組み合わせて作られている。本作には時間を止める能力が登場する。この能力に着目した辻真スの企画提案で NHK のテレビドラマ不思議な少年が制作、放映されることになった。 サマーズの新疑問2017年5月7日、放送会では無音の状態をシーンという描き文字で表した最初の作品として本作が紹介された。どんなもんですは科学研究所の所長だったが、書院のコンチック症の罠によって1000年後に開くことになっているタイムカプセルの中に閉じ込められ生き埋めにされてしまう。コンチック症は 研究所をスッテンドシーム博士に売り、その財でどんなもんですの恋人であったチッキーと結婚。それから20年が経ち、コンチック賞は公爵になり、息子のバーナードは漫画家として人気を博していた。漫画家を志す少年ロックは、バーナードが連載している雑誌の編集部に作品を持ち込むが、己編集長には相手にされない。ロックはバーナードについて言って、 パーティーで出会ったプリン白爵の姿にインスピレーションを受けてルルーという主人公を思いつく。ルルーを主人公にした漫画冒険時ルルーはヒットし、連載も獲得したが、ロックに連載を止める要脅迫文が届くようになる。実はプリン白爵はどんなもんですであり、閉じ込められていたところをパラレルワールドとなる新世界ルルーの住人に助けられていたのだった。 新世界、ルルーの住人は、こちらの世界に、ルルーが知られることを嫌がり、ロックを誘拐して、ルルーへと連れ去ってしまう。ロックは、ルルーでは普通に行われている念じて、時間を止める能力を身につける。ロックは、ルルーと自分の世界はもっと交流すべきだと、考えるようになるが、それは、ルルーでは危険思想であり、ルルーの鉄人、コッポポッコによってロックは、 元の世界へと追放される。一方、プリン伯爵は、コンチック賞への復讐を始め、事実を知ったチッキーとバーナードは、公爵帝を出ていく。コンチック賞はプリン伯爵の元へ出向き、プリン伯爵が、どんなもんですその人であることを知ると、決闘を行った。瀕死になったプリン伯爵は、自分が、ルルーの記憶を消されていたことを思い出すと、その間際に、 スッテンドシーム博士にルルーのことを伝えた。時間を止める能力のことを知ったゴンドラ教は、その能力で世界征服を目論み、スッテンドシーム博士を誘拐して、ルルーへと渡る。ロックは、スッテンドシーム博士の助手の健一とともに、博士の救出を行い、こちらの世界にやってきていたコッポポッコに悟され、こちらの世界とルルーとの通路となっていた穴を塞ぐのだった。 ありがとうございます。